どうもこんにちは、新米クッキングの彦です。プレステ5を買いましたので、いろいろと試してみたんですが、ちょっと一つだけ気になる点があったので、まあそれを動画にしようかと思って今動画を上げています。はい、何かと言いますと、こちら太鼓の達人のおうち太鼓、太鼓フォースのレベル5ですね。こちらが使えるかどうかがちょっと心配だったので、動画を撮っています。はい。EBOX が、3個ありますので、スイッチ、PC 用、プレステ用、3つありますので、こちらが動くかどうか、検証していきたいと思います。PS4 をやっていきたいと思います。これで動かなければ、ちょっと残念ですね。ちょっとどころ残念です。動いた動いた、動きましたよ、PS4。 はい、じゃあ実際に、やっていきたいと思います。で、一緒ですね。ここが左、右、戻る。設定ですね。うまくないので、ここまでにしたいと思います。PS4 の EBOX が使えることだけは分かりました。はい、とても良かったです。では、この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。良かった、これが使えて。はい、どうも。